誰の手先なのか。ブロム、姉さんよ、オラーラよ。ストライダー、オーバーライドを試してみるか。音を立てないように。でなきゃ怯えた群れに踏み、ほら、そっと。よし、行くよ。うまくいって、やった。敵意はない。さあ行こう、いい子だ、その調子。これなら早いな。これはいい。いろんな機械にオーバーライドを試そう。乗れなかったとしても他の使い道があるかも。門の外から争う声がする。門がボロボロだ。おい、気をつけろ。もっと近くに、もっとだ。お前がバールか。これは幻覚か。お前今ストライダーに乗って門をくぐったか。ああ、そうだ。その、説明しづらい。まあそうだろうな。生き残りはしたが、おかしな時代だ。お前のことは知ってるさ、アーロイ。試練を買った異端児だろ。死なずに済んだみたいでよかった。大長老ティルサが都に行くならお前に会えと。カージャサン王国の都か。あ、お前追放されたいのか。いや、オーリンという裏切り者、そいつを追うために天命の使者になったんだ。なら北にある母の頂に行け。もし着いたらマレアに会って道を聞け。もしだって。危険な道のりだ。義勇団が奇襲を受けたから巡回もしてないし、国境は丸腰だ。指揮を取る団長もいない。レッシュは違うのか。団長の代役に過ぎない。探しには行きたいんだが、命を懸けて門を守るよう言われて。この通りさ。団長が行方不明だって。義勇団が虐殺されても諦めなかったんだ。志願者を募って襲撃者を追ったんだよ。それじゃお前は。手は挙げたさ。でもソナが拒んだんだ。安息の地で怪我人の世話をして門を守れって。安息の地のために
命がけで。何日も前だ。それ以来何の連絡もない。それじゃあ生きているかはわからないのか。あれを生き残れるのはソナしかいない。並外れた戦士だよ。俺たち常人とは比べ物にならないほどのな。随分と腕が立つみたいだな。ああ、きっと驚かされるぞ、母さんには。そろそろ行かないと。アロイ、母の頂とその先に旅立つ前に、時間があればソナを探してくれるか。部族には彼女が必要だ。何としてでも門を守ると命令されてなければ俺が探しに行くんだが。最後はどこで見た？奇襲を受けた場所だよ。悪魔の渇き対岸にある場所、森の渓谷だ。そこに痕跡があるかもしれない。試練を襲った奴の後を追っていったんだ。愛する者たちや君を殺そうとした奴を見…バール、分かった。探してみるよ。女神のご加護を。暗殺の地は私の全てだった。世界は広がったけど、危険も待ってる。オーバーライドできない。機械のことをもっと調べれば。
ここは狩場なんだろう。ここでは何をするんだ。うん、天命の使者の印か。この目で見るのは初めてだな。それじゃあ長老から自由に聖なる地を離れる許しを得たってことか。あ、許しがなくても行くつもりだったけど。なるほどな。お前には本当のことを話そう。実はカージャと取引してたんだ。俺はメリディアンにある狩人の館の代理人だ。こういう場所で将来有望な若い狩人を腕試ししてる。お前は我々が求めているものかもな。どうだ、腕試しをして確かめてみるか。念のため言っとく、この会話は誰にも言わないでいてくれるとはありがたい。特に長老たちには言わないでくれよ。一つ選んでくれたら説明してやるぞ。弓と矢の腕を試す。できるだけ早くグレイザーの背中にある部品を撃ち落とすんだ。そいつはいいな。ロープを滑り降りたら開始する。